レスザンゼロは1985年に出版されたブレッドイーストン・エリスの諸女小説。ロサンゼルスを舞台に上流社会に属する若者たちの大敗的な生活を衝撃的に描き、当時大変な話題となった。1987年に映画化されているが、結末などは原作と異なっている。冬休みの休暇で、 ロサンゼルスに帰省した主人公のクレイと彼を取り巻く人物のストーリー。クレイブレア・ジュリアン・トレントリップ・ダニエル・キム・フィン・アラーナ、ミューディエル本作の続編、帝国のベッドルームが2010年に出版された。本作では大学生だった主人公のクレイは40代となって脚本家の仕事をしている設定で、本作のその他の登場人物も多くが再登場する。エリスは、 帝国のベッドルームを映画レス・ザンゼロと同じキャストで映画化したいと語っていたが後に撤回している。アメリカ東部の大学に通う青年クレイはクリスマス休暇で故郷のロサンゼルスに帰省しパーティーで親友のジュリアンや恋人のブレアと再会するが二人はコカインに手を出していた。特にジュリアンは深刻で完全に中毒に陥ってしまったため家族から感動され 麻薬の売人リップに莫大な借金を作ったため、断章を強要させられているというありさまであった。そんなジュリアンを、ブレアは、献身的に解放し、クレイも、ブレアと協力して、ジュリアンを助け出そうとするが、ジュリアンはオーバードーズであっけなく死んでしまった。休暇が終わり、クレイは、同行を決意したブレアと共に頭部に向かうのだった。ありがとうございます。